最初に会ったのは彼がねまだ19歳とかで未成年だったんだけど、電気グルーヴで大阪にコンサート行った時に楽屋に当時大阪の不良友達がいっぱいいて、その彼らがコンサートに来てくれて、で楽屋訪ねてきた時にいや DJ やってるフミヤって言ってって紹介されたのが最初で、それ未だにあんま変わんないんだけど、少年ジャンプのなんか少年ジャンプとかの連載漫画の主人公みたいな印象っていうかね、それは未だに変わんないんだけど、そのまあ、真っ直ぐなやつだなっていうか、逆にその真っ直ぐなところがこう真っ直ぐすぎて不器用だったりとかして、まあ、そこがまあ持ち味でもあるんだけど、でその分だからこう嘘がないというかね、本当に分からない人は多分すごくとっつきづらいと思うんだけど、実際理解すると非常にこうピュアだし、こう分かりやすい人っていうかね、ひねくれてないというか、今も それは変わらないんだけど、集中力がとにかくすごいなっていうところは昔から思ってて、その DJ 以外のことに関してもそうなんだけど、特に DJ に関して言うと、本当にその集中力の持続する感じっていうのはちょっと周りには あんまり近い人いないかなっていうぐらい、そのなんていうかな、その辺のエネルギーってすごいなっていうね、どっから来てるのかよくわかんないんだけど、あと時間のタームがやっぱ他の人と明らかに違うなって思う瞬間があって、でそれはすごくいいことで、まあどうやって言ったらいいのかわかんないけど、例えば普通の人が5で5って思ってるところが、実はあいつの中ではまだ1とかだったりして、であいつの中の5って普通の人のそのさらにもっと長いタームで考えてるとかっていうのがあって、でそれはある瞬間だけ見たらわからないんだけど、長く聞いてるとそれ、あそういうことだったのかみたいなね、そういうなんか時間のタームっていうか、それってすごくDJ としては大事なことなんだけど、なんか聞いていてこう時間感覚が麻痺していくようなところっていうのはすごく集中力の、あいつの集中力なせる技っていうかね、そういうところは他の人と全然違うよね。わかんない、まあ、兄弟みたいなもんっていうか、もうお互いこうお互いのフィールドを荒らし合うこともないし、別にお互いのことが羨ましいとも思わないっていうか、まあ、なんかそういうとこを超越してしたなんかがあって、なんていうのかな、でもやっぱなんていうのかな、血のつながってない兄弟みたいな感じっていうのは一番近いかな、そのリキッドルームを始めた頃とかは、僕らみんなものすごく洋楽志向が強かったよね、それはバンドでも DJ でもそうなんですけど、そこでフミヤ君とか、その辺の、DJ だったり作品だったり、その辺から本当に日本人のアーティストっていうのを、気にかけるようになったきっかけの一つではあったような気がするんですけどね、とにかく朝方は僕楽しみだったんですよ。朝方の終わる 1,2 時間前からのそのお客さんとの駆け引き含めてのなんかその持ってき方っていうかね、それは今でも頭の中にこう絵になって残ってますけどね、すごいな、なかなかだってここまでストイックにやってる DJ っていないでしょ、その DJ プレイについても考えてような気がするんですけどね。でこういう DJ がやっぱりこう日本の代表ってわけじゃないけど、まあ世界でね活躍できるような状況づくりっていうか、今少しでも貢献できればっていうのがありますけどね。イエローは海外の DJ もたくさん来るんですけど、やっぱりその中でもやっぱすごい速い、音楽的にすごい速い DJ だなといつも思って聞いてますね。いつも見てて、正直そのディストーションの時からのイメージが強いんで、カオスに関してもやっぱ僕はフミヤ君がもうオープンラストで一人で夜を作る時
が一番やっぱり好きですね。うん、やっぱ一晩を一人でコントロールするってすごいことだと思うんですよ。こんだけ、うん、それを本当にちゃんとコントロールしてやりきって、うん、僕もオープンから最後まで一緒に働ききった時とかはやっぱりすごいなっていつも思います。正直文也くんのパーティーは特殊というか、それは結構今でも感じますね、結構やっぱ僕の仕事からこの海外の DJ の方と仕事することが多いんですけど、やっぱ海外の人って結構イエーっていう人が多いんですけど、フミヤさんって全然逆だったりするじゃないですか。そこはやっぱなんかフミヤさん、らしいなというか、あんまりいないですよね。職人みたいな感じが僕の中ではあって、なんとなくですけど、要は家具作ったりこういう陶器作ったりしてるその職人さんとかいるじゃないですか。なんかそういう感覚の人になんか近いなっていうのを僕すごくいつも会うたびに思いますね。なんか自己表現をする部分においてすごく真面目というか、なんか曲がって伝わりたくないみたいなところは普段からちょっと感じるというか、例えばその今回の DVD もそうだと思うんですけど、その自分が表現する音楽もそうだし、喋ったり伝えたりすることっていうのがなんかこうその自分が思ってるままを相手に伝えたいみたいな気持ちが強い人なのかなっていうふうに思って、なんか発想とかも結構割となんかみたいなことを言ったりとかするんですけど、それを現実的になんかこう本当にやっちゃうっていうところがすごいなっていうことがあって、でも自分もやっぱりそこに興味ないとどうしても賛同もできないし、そんな何十時間も起きてられないし、なんかそれはなんか目の付けどころが面白いというか、ミックスアップの時ね、面白かったな。テンションが違う感じのフミヤとか、何か降りてきてる感じとか、なんか降りてきてる感じがあったじゃない、あの時って。もしくはそのフミヤがなんかこう幽体離脱みたいにしてて、上からなんかちょっと離れて自分を観察見てる感じもあったとかって本人も言ってたけど、またその時のお尻の振り方がねすごくってあ、この子今5センチぐらい浮いてるかもみたいな。俺もカオスウエストかその時に遊びに行ったのが最初で、DJ やってたで、一人のお客さんやったんですけど、でなんかパーティーおもろかったからもう店員になっちゃおうと思って、でロケツに電話したら今撮ってるみたいなの言っててで店員になったらフミヤさんも店員やったっていう、知らずに DJ だけその箱でやってる人やと思っとって、で田中文也のパーティーただなるからっていうのでロケツで働いてみようかなっていう、その時からです。あ、こういうのがあんのやみたいな、こう遊び方も音楽もで一気にハマって、で店員ですわ面白かったね本当に。なんか今でも覚えてますね。やっぱね、これよくロックバンドでね、海外公演してお客さん盛り上がってとか日本に報道されるじゃないですか。大概がでっち上げだと思うんですよ。でもね、これは田中文也ワールドツアー同行して白人が踊るわけですよ、彼のプレーでいやちょっとね、これはねやっぱ感動しましたね。本当一郎のホームランと一緒ですよね。日本人がねプレーして外人が踊っとんでみたいな
うん、うん、盛り上がってる。僕はフランスとか、まあもちろんロストの UK も見たけども、やっぱりね、あれは感動でしたね。それはすごい忘れられないですね、うん。一番最初に入ったのはファットキャットの、アレックスがアンジュー・ウェダーウォールとパーティーをしていて、そのアンジュー・ウェダーウォールがイギリスに呼んだのが初めてだったと思う。まあ、どこ行ってももう、うん、イギリスだったら Your man of a man って言われて、スペインに行ったらなんかマエストロとか言われて、男がなんかすごいの 見ました、行ったらまあ受けてましたね、どこ行っても。で、大体一回やるとまあリピーターっていうか、一回わしづかんじゃうんで、でそれで、次呼ばれるって形でどんどん広がっていった感じです。一時あのフランスとスペインが多かって、で、まあ、あとは、まあ、イギリスとドイツとオランダとベルギーと、まあ、イタリアも行ったか。なんかお客さんが多分あのオーガナイザーとかにこういうの彼呼んでくださいって言ってくれるんだと思うんですね。だから割とプロモーションというのはもう行くのが一番のプロモーションで、もう一回行ったらそれで調子良かったらなお、もうなおのことをもう来ないって言ってるのにいつ来るんだみたいな。習慣が違うだけなんで、日本とはやってることすごいあの評価されてるんで、それをこう割と自分でうまく出してもっと伝わりやすいといいなって思いますね。俺自分が DJ やんないんで、あのそんなになんて言ったらいいかな、あの細かなことまではちょっと分かんないけども、まあ、とりあえずね、あのうまいと思うってことが多いのと、あとやっぱりなんて言ったらいいかな、あの音がすごいね、なんか密度が濃い感じがする、文也君の DJ は。あのそれはなんかこうかけてる音の音数が多いとか、例えばミックスの速度が速いとかっていう意味じゃなくて、なんて言うかな、音楽の持ってるね、濃度っていうか密度みたいなものをちゃんとこうずっとコントロールして空間を作っていけてるというか、だからきっとね、俺その音数が少なかったり展開が少なかったりする曲でもこうみんながねそれにこうついてくれるだと思うのね。こう空っぽなわけじゃなくて、音数が少ない中にどういうふうに密度を盛り込むかってみたいなことをなんか多分、まあ、意識的にやってるのか無意識か分かんないけども、なんかやってる感じがすごくしてる、うん。結構やっぱりね、あの強度っていうか、こうなんて言ったらいいかな、柔軟性があるというよりはこうドーンとなんて言ったらいいかな、あの芯の通ったものがずっと続いていく感じの、そういう DJ の感じがする、うん。まず一番どこ気にするかというと、低音の鳴り方であったり音圧がどういうふうに、まあ、実際スピーカーで鳴った時にどうなるかっていうのは結構文也さんすごく気にしてる部分やと思いますね。やっぱりあの結構手数多くしてこう上辺でこう飾るような音楽というよりかは、もうちょっとこうシンプルなところを考えると、やっぱり低音であったりこう一個一個の音の質みたいなのはすごいなんかあの考えて作るようにはしてるみたいで、やっぱりもう一緒に作るときもやっぱりまずキックの鳴り方みたいなところでかなり時間がかかりますね。長いときはまあそこだけでずっとやって決まらないみたいな日とかもあるんですよ、まあ、その1個のキックの音をどうやって鳴らしていくかみたいなんで、その1個の音に輪郭をつけていったりやったり、そこでまあ僕の好むキックの音とやっぱ文也さんの音っていうのは多少違ったりはするんですけど、まあそこで結構文也さんがやっぱり DJ でこう常にフロアをこう見てやってるねんなっていう感じの、例えばキックなりベースの鳴り方なりみたいな感じはいつもまあ考えてますね。そうですね、最近は徐々に何か変化があるのかなって感じはしますけどね。昔ほど何でしょう、シンプルではなくもうちょっと有機的ななんか動きを出すような音楽になっているのかなっていう感じがするんですよ。やっぱり昔はやっぱ無機質で
割と音楽性というよりもどっちかというともうちょっとこう単体の音みたいな感じのつながりが今はやっぱもうちょっと音楽性みたいなのも出てきて、割とあの DJ にがカラフルにはなってきてるのかなって感じがしますね。ちょっと色がついてきてるのかなって。やっぱり昔もっとモノトーンの感じがあったんですけど、僕が遊びに行ってた頃は、まあ、ほんまに日本でテクノがって言われるのがドーンとなった時で、その時はまあ最初本当テクノやけど、まあいろんなもう言うたらレズみたいなやったりとか、んですぐにいわゆるハードミニマルっていうのになって、結構そのスタイルでやってて、そっからまあハードやけど何ミックスアップみたいなのからもうちょっと抑えめになって、でだんだんリリースよりもなんかカオスとかずっと着てる人は分かると思うんだけど、呼ぶ人も変わってきて、オッテカとかオッテカとかマイクインクとか多分読んだ頃ぐらいから今みたいなにちょっとずつシフトしていったと思うけど、パーティー DJ に関しては、まあ、いつからそれいう感じだったのかあんまり覚えてないけど、やっぱその時その時に一番いいレコードを、まあレコードじゃなくても今 CD でも何でもいいんだけど、かけるっていう、それはもう全体のだからお客さんのグルーヴであったりその箱の雰囲気あったり、それをかけるっていうのがまあ一番重要なんかな。スタイルは変わってきてるんだけど、まあハードやったり、まあ地味やったり、まあ何でもいいんだけどハウスっぽかったりとか、一番いいレコードかけるだけだったら誰でもいいやんか。一番いいレコードをかけるっていうのを選ぶだけやったら、それがそのお客さんもおってやから、ずっとこれって決まってるけどずっと変わっていくわけで、何がいい何がいいっていうのが、それをひたすらこう選ぶ集中力が、選ぶとあとかけ方やったりもがなんか変わってる、すごいっていうか変わっあるんかなっていうのは。ずっと僕はロックから始まって、ジャズだフリージャズだ現代音楽だ民族音楽だってあらゆるものを聞いてきたんだけど、彼の DJ、 まあ当時はテクノっていうよりもうちょっとなんていうんだろう、 いろんな混合した形、ミニマルテクノっていう形ではなかった記憶だけど、ものすごく僕が聞いてきた音楽体験のある要素、本質的なものがその中にあったっていうので驚いたのが最初かな。一つには結局その彼がそういうふうにやってるってことが、なんていうの、自分自身にとっての一番重要な生命力を燃やすようなポイントをなんかやっぱり触発してもらえるかな、彼の場合特に。だからもちろんいろんな音楽聴いてその部分って自分自身の要素として取り込むことはできるんだけど、割とね、なんだかわかんないけど共振しやすい相手ではあるかな。だかそういう一つの音楽体験をさせてもらって、いや、ありがたいですね。なかなかね、そこ僕にとってのそこのレベルって他の人だとそんなにはないっていうのは正直ある。いや、結構見てるんですけど、でも腰抜かしましたね、はっきり言って。いやー、あんなエクスペリメンタルなことをフミヤ君がやってるなんて全然知らなかったんですよ、実は。で、カオス通ってる友達がいて、で、その人から結構聞かされてたんですよ。今フミヤ君インカムつけて DJ ブース立ってて、なんかブツブツ言って録音してるみたいって結構前から聞かされてたんですよ。で、全然イメージが伝わらなくて、で、その声ってフロアに出てるのって言ったら出てるわけでもないって言ってたんですよ。何なんだろうな。だからマドンナか CCB のイメージしかないじゃないですか。でしょ。現場でインカム、しかもそれがステージの上にいるっていう設定って、マドンナ CCB 田中文也だと思うんですけど、田中文也が果たしてそれを何やってんのかっていうのは全然分かんなかったですよね。で、やっとあれ見て理由が分かったっていう、初めて文也君が現場でプレイしてる。で、しかもそれ普段って口に出すことじゃないじゃないですか。
あのターンテーブル3台あって、つなぐとき多分反射神経つないでんのかなと思ったら、やっぱ DJ も頭で、なんだろう、活字に起こせるような、自問自答みたいなものを頭の中でやっぱりこうなんだろう、言語として放ってたんだっていうことを感じたのが一番びっくりしたところだったんですよね。でその言語がやばいじゃないですか。2部と4部の、四つ打ちキープして、中高域に彩りよとかって言ってて、彩りって何って話でやばくない2部と4部四つ打ちキープして中高域に彩りよ、それに一番感動して、しかも俺一昨日富良野行ってたんですよ。で何だろう、北の国から、北の国からで有名なあのカラーバーのラベンダー畑あるじゃないですか。あそこ彩りの丘って言うんですよ。だからモノトーンでクリックつないでイーブンキックキープしてる上にカラーバーを放ちたいんだこの人はっていう、だから全部ビジュアル言語なんですよね。そうそうそう、だからフミヤ君が頭の中で、言語化して、それをテロップで活字化されたものを見て、再度自分で意訳してビジュアル言語にしてた自分が昨日いたんですよ。結構な職業病だと思いません？それ、ちょっとそれに焦ったんですけど、ただこれはこの試みはすごいと思いますよ。お客さん来てないところから映してるでしょ。でお客さん来てない時にもフミヤ君つないでるんですよ。でやっぱり言語放ってるんですよ。お客さん来てから、まずお客さんありきじゃないですか。フロアのオーディエンスありきで、オーディエンスの波動を感じ取って、それをそのまんま鏡のように反射してエネルギーを返す。でその間に潜んでる言葉なんですよ。だから多分日常でこうやって会話してるでしょ。で頭の中でぼんやり考えるじゃないですか。あれちょっと待てよ、空気読むって言葉を使ったら分かりやすいと思うんですけど、空気を読んでるんだと思うんですよフミヤ君。でその空気を読んでる頭の中をそっくりそのまんま視覚化してしまってるから、めったにない映像なんですよこれ。うん、いやなんか最初アイデアを聞いた時に、その DJ のその DJ の独り言を入れるっていうのは珍しいなと思ったんだけど、実際でも普通にこうなんていうかな、記録っていう以前になんかちゃんとエンターテインメントになってるなと思って、それは結構俺は考えつかなかったけど、そういう視点もあるんだっていうね。ただもう次はないだろうけど、でもこれは画期的なことだと思うけど、うん、飛行機でいうと操縦席に乗れる感じっていうかね、あれ面白いよね。ね、ぶっちゃけ親切すぎると思った。あ、見て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 、うんうん、っていうのは僕らの世代というか、例えばブルース若い頃好きだった時に、まあ僕はギターが好きだったんだけど、ブルースギタリストの音フレーズ、それはコピーできるんだよ。だけど音そのものをコピーするのってできないんだよね。それは演奏中に彼がどういう思いで、ないしはどういう形でその音を発してるかっていうのも言わない、言わないゆえに音楽だったんだよね。でそれはライブを見に行ってつぶさに見てそれを探る、それを演やつの。だけどそこが逆に DJ の面白さだと思うんだよね。でその一つの思考のプロセスを、まあ時間軸は長いっていうのもあると思うんだけど語れる。ただ問題はその語っている、語る背景をできれば見てほしい。で新鮮すぎるって言ったのは、おそらくそれは彼の音楽そのものを、音をつぶさに見ていけばひょっとするとあれは必要ない話かもしれない。だけどもしそれがそれを見るための一つの架け橋というかね、一つのトリガーが引けるような要素であるならば、やらなきゃやった方がいいだろうね。だけど発言がどっから出てくるっていうのは彼は絶対語れないし、そこに本質があると思う。音楽の面白いとこってさ、勘違いも含めて
いろんな音楽っていろんな人たちにいろんな形で作用できるっていうところにダイナミクスがあると思う。だから僕はあれ、例えば極端に言えば田中文也の DJ ってミックス DJ って例えば CD で聞くことないんだよね。例えばカオスに行って見たのが全て、そのまま、うん、その体験で僕は十分。いや、面白いと思うよ、そういう意味じゃなくてね。だからそういう相手なの、彼の DJ っていうのは。